こんばんは。新しいパターンだな。金髪物語です。疲れております。今日はジャンゴジャンゴに来ております。山形県東根市にあります。うま、うま、うま、うま。今年は牛年ですよ。いや、人いっぱいいますよ。すごい混んでるね。はるべ先生はですね、初めてジャングルジャングルで滑るということで、はい、かっこ蔵王以外来た時なかったということで、そう、私はね、スキーを20年間やってるんですけど、蔵王にしか行ったことがなくてですね、はい、そう、お父さんから幼稚園とか入る前から教えてもらってたんですけど、まあ、それも蔵王からのスタートという、まあ、おかしい、ちょっと普通ではないですよね。そうですね、なんかこう天童高原とか絶対行くと思うんですけどね。自然の家とかね。そうですね、なんだけど、まあ、行ったことがなくて、昨日旭自然館に行ったんで、旭とのコラボね、はい、それが、まあ、生涯2個目のゲレンデで、今日は生涯3個目のゲレンデということでジャングルジャングルに来ました。はい、来ております。来たよ。はい、まず人が多いんですけど、この格好だから死ぬほど見られてる。そうですね、なんだあいつらみたいな。ただ、なんか噂によると私たちがを探してる人たちがいるという、そうことだったので。そうですね、まあ、YouTube を見てくれてる方に声をかけていただけるのを楽しみにしながら、イエス、滑っていきたいと思います。イエーイ、今日もぶっかなピーポーン。腹減った。腹減った。ああ、今日財布忘れて消しゴム持ってきたんですけどだからそう、リフト券、さとちゃんから5000円借りてリフト券4000円だったから、あと1000円しか残ってそう、だけど私は400円のアイス一緒に食べようって誘っちゃったそう、だからお金ないから今日は雪を食べますしかも春部はいつも喉乾くの早いから、そう、ちょっとね、いろいろ事情があってすごい喉乾いちゃうんですよ、ね、なんで今日はね、佐藤ちゃんが特にジュース買ってあげる。うん、いや嬉しい。でも今日あのね、カバン小さいからね、ジュースも入んないしね。いろいろダメなんですよね。昨日でね、バックさ、ちょっとリュックなんだけど、ちょっと今日調子乗ってきたからさ。ウエストポーチですよ、ウエストポーチ。ウエストポーチだから、うん、ちょっとね、調子乗り始めてきたから。怪我には本当に注意して。そうですね、今日スノーボードたくさんいますから。うん、結構ジャングルはね、遊びっていうか、なんでしょうね、こう技系の人とかもいるから、ビュンビュンなんで、みんなぶっかましてるからさ、そう、子供とか気をつけながらやっていきたいと思います。Yes! じゃあ、Let's starting! さて、ここで滑っていくのは金髪物語、さとちゃんだ。金髪のポニーテールに、フライローのヘアバンド、これがトレードマーク。そして首には金髪物語のもう一人のメンバー、バービーちゃんをつけています。バービーちゃんはいつも落としてしまうため、今回はほぼ首吊り状態でネックストラップにつけております。さあ、すごいスピードだ。この日は地面がとてつもなく硬い、とてつもなく硬いが、ここで技を見せていく。滑っています。すごい速度で回りました。さあ、ここでもすごい速度で滑っていく。この銀色のウェアがさらに目立つ、すごい速さで滑る上にすごい目立つ。そしてここでカービングを見せていく。すごいな、さとちゃんはうまい。そしてここでスピードを出して回る。おー、バービーちゃんも一緒に跳ねました。さあ、ここでも凄まじい速度だ。すごいカービングを見せていく。ハルベはもう塔の後ろに置いていかれていく。さあ、ここで山ハイ。この技は最近習得した、何回も練習していたそうです。まあ、ジャングルジャングルはね、すごく技を見せやすいというか、山の傾斜がいろんなところがあって遊びやすいですね。さあ、ここで山をちょっと登っていく。ここで少し速度を出して、おー、回った。素晴らしい、見せていきますね。おお、ここで木を避けました。木を避けて、さあ、ここでまた加速していく。さあ、てさてさて、次はどんな技を出すのか。なかなかないスピード。おお、山登った。おお、切り返しがすごくうまい。ここまで一度も転んでおりません。
さあ次はどんな技を見せていくのか。さとちゃんはいろんな、山を見ながら、おー止まった、ちょっと危なかったか。安定感が抜群です。さあバービーちゃんも一緒に、下へ下っています。ジャングルジャングルのジャングルジャングルのポポポポーン。もう一回、あ、ここイエーイ、イエーイ。私がいつもフォートナイトをやってる、荒橋さんと筋肉マンの筋肉マンのヒロトです。ヒロトマッスルブログです。ヒロトさんに会いました。イエーイ、ね、荒橋さんは、YouTube 株式会社フラッシーチャンネル、よろしくお願いします。やってるんで、見てください。山形の筋トレ YouTuber ヒロトマッスルブログでやってるんで、チャンネル登録お願いします。イエーイ、ムキムキ。みんな YouTube やってます。チロセ屋さんオープンするんで行ってください。あ、そうですね、黒星っていう店が山形の天童市に。じゃあ撮影行っていいですか。それ行っていいですか。全然お願いします。私マジ大好き。勉強しますね。超可愛いんだよ。すごい可愛い。楽しみ。もう本当に映えを重視してるっていう。そう、でも美味しいんだって。すごい、うまいよ普通に。すげえ楽しい。結構なんかいろんなとこにありますよね、うん、一応宇都宮が本店っていうかあれで、うん、まあ今仙台も、うん、で最近行列できてる仙台で。やば、うん、今後ちょっと横浜とか下関来てんか、来月オープンしますんで。激ヤバピーポーじゃないですか。チュロスの激ヤバピーポー発見。ヤバピーなんですけど、ね、激ヤバなのにちょっとオーナーはちょっとヘボカスです。すいません。マジすごー、皆さん来てください。すごいね、筋トレとさ食べ物系。全然ね、うん、俺も行く。でこっち宇宙人イエーイ。みんなでボードイエーイ。じゃあリフト一緒に乗っただけイエーイ。俺らまだ滑ってねえし。雪めっちゃ雪ついてるから、安物がバレちゃう。じゃあこれからブッカマンピーポーで皆さん滑りましょう。イエーイ。ちゃんと楽しんで逆エッジができるようになって。逆エッジができるの、うん、逆エッジ手振ってる。終わり。いや脱いでるから。あー違う、いやなんか取ろうと。イエーイ。オッケー、じゃあいいよ、あのお祈りしてあげる。イエーイ。7日目、スノーボード始めて7日目なの。7日目っす、ジムラも。マジで、さすがだね、若い力。激若ピーポー。やばい、激若ピーポー。はい、2002年。わーやばー。誰が1900。やばい。何、平成で言うと何、平成で言うと。平成14っすね。平成14、やばー。私小学校1年生なんだ。昭和っすか。平成だわ。平成。平成の7年だ。平成ピンポン。7年。あ、94。それ何、昭和？
平成だわ。平成。平成。7年。7年。やば。すげえ。一桁台だ。バカにすんな。ダメだ、バカにすんな。20何本っすか？25。あ、25か。そう。あれ？6だ。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。あ、滑ろうぜ、滑ろうぜ。よっしゃ、行っちゃうか。本当に7 days しか滑ってない。はい、はい。はやばくない？俺だけやばくない？あ、自分も6です。6日目です。6 days? 6 days! やばくない？激ヤバビーボーっすね。激ヤバビーボーの激アツじゃん。激アツです。熱盛り！熱盛り！熱盛り！いいね。なんでさ、パーフォーのやつはさ、初めて食べてないの？ないから。ないの？じゃあもらう。今日持ってくると思ったら持ってこなかった。何してんの？忘れてた。あいつなんでさ。土下座しまーす。ええやん。って感じ。上がってきた。名前はじめです。はじめ。何？はい。周平です。はい。リアンです。よろしく。明日まで滑ろっか。よっしゃ。これ着たいっす。これ着たいっす。この銀色の。これこれ着る。待って、これ脱いだらさ。やばいね。やばい。よっしゃ。ドッキリ。いいじゃん。うちらさ、奇抜すぎてさ、誰も声かけてくれない。なんで？外人と間違えられて。あ、ね。行こうぜ、行こうぜ。うまくない？
みんな上手。チックルベースボイス。いや、うまい。キラキラと輝きを振りまいてる。